塚原真希子7月18日隊は、熊本県のラジオや MC をメインとして活動している、ローカルタレント。熊本県熊本市出身。九州女学院短期大学児童教育学科卒業。オフィスサッキー所属。本名は、塚原真希子。女子高生バンドのドラマーとして活動していた、高校1年生の時にアマチュアバンドを紹介する。 RKK ラジオの番組に出演し、ラジオ初出演。そしてこの高校生の頃にスカウトされ、スパーの CM キャラクターとしてデビュー。この CM 起用がきっかけとなり、特の番組でマスコットガールとして起用され、後に同局の若人ランドのアシスタントを担当することとなる。その後九州女学院短期大学児童教育学科へ、 進学するが、教員採用試験は受けず、大学卒業後もフリーのタレント活動を続ける。この時期、テレビ熊本が開局20周年企画として、熊本県内98市町村を回るキャラバン隊のキャンペーンガールを募集しており、それに応募、キャラバン隊の一員として、県内一円を回ることととなる。ただ、当時タレント業を一生の制業とする意識は全くなかったという。 しかし、タレント活動を続けているうちに、いつしか制作会社に所属することになり、ラジオパーソナリティ希望だったことから、ラジオディレクターに願い出たところ15分番組のアシスタント出演が決まり、これを皮切りに、ラジオの仕事を始めることとなる。このようにして、タレントとして多忙な日々を送ることとなる塚原だが、レギュラー番組が一段落した1996年。 と、外に出てみたいという衝動に駆られ、半年間フランスカンヌへと留学する。1997年、東京へと活動拠点を移す。その後2002年3月頃まで東京を拠点に、活動する。この時期には、木村拓也の出演したウィダインゼリーの CM に、出演していたこともある。その後、父が亡くなり、母の介護が必要になった等の事情により、熊本に、 企業、2002年4月より、再び活動拠点を熊本に戻す。その後は2009年開始の、塚原紀子の含みみラジオに代表される SNS を活用したラジオ番組の展開等の取り組みでも知られている。とうとう、ありがとうございます。